さ,あ皆さん青山学院行ってみたいと思います今日の調の全体像はこちらで合計18問あるんですがちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、まあ、視聴時間が長くなって皆さんご覧いただけないので内容1問第2問で単語の問題9問合計11問行ってみたいと思いますで特に単語この9問中知らない単語を類推する問題2問ございますこれは結構皆さん面白いんじゃないかなって感じがしますので一緒に頑張りましょうさあ皆さんまず第一段落でございますがひとまずこの説問の指示ですね 一読だけお願いいたします。さん選択肢はこんな感じになっておりますひとまず下線部 A はこっちですからねそして注釈は2箇所ついておりますでは大事じゃなく通読していただいた後、下線部 A の説問検討をお願いしますさブさ Little これは単語そのものの意味を聞いているだけですねそうです謎で、それと同じことを言っている選択肢と言われたら2番ですよね で、丸一番は歌。で、丸三番はプレゼント。で、丸四番は喜び。ですね。これはもう謎ということで、一発で2番が正解ということで、よろしいかと思います。では、続いて下線部 B ですね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。すみません、セルダムと言われたら、めったにうにゃうにゃない。でこれで選択肢見ていただけると、これも一発で決まりますよね。そうです。めったにないんですから、正解は3番。で、丸一番は基本的に、 丸2番は本当に,で丸4番は以前に。ですからこれも単語の意味で一発正解は三番ということでよろしいかと思いますさあ続いて内容1問題なんですが今見えてるのが問いの A なんですが先にその次の問いの B これが先に解けますのでひとまずちょっと画面の都合上ですねこの説問の指示の一読だけお願いいたしますさあ皆さん内容1問大答の B でございます 選択肢こちらでございますので、皆さんもう一回読んでいただいて、検討をお願いします。それでは説明の指示でございますが、皆さん宇宙の地理が地球にぶつかる。そのぶつかる話がここに書いてますよね。で、どんな感じでぶつかるのかなって読んでみると、皆さん毎日と書いております。ですから、それで皆さん選択肢いけそうかと言われたらもう一発でいけますよね。そうです。毎日なんですから、正解は3番ということで、よろしいかと思います。 サルさ,さん、第二段落なんですが、ちょっと長いので、まずは全体像をご覧いただいております。で、注釈、区、皆さん、一箇所だけございますので、ひとまず一読だけお願いいたします。さルさん、下線部 C から行ってみたいと思います。これ、皆さん、単語の意味を問う問題ですからね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。サルさ,さん、これ下線部 C ですが、皆さん、どっちかっていうとですね、形容詞のスケプチカル。 そうです。形容をして懐疑的なという意味がありましたねで。おそらくそっちの方が有名かと思いますの、ね、そっから皆さん推測していただいたかと思います。で、懐疑的と言われたら、皆さんこれも一発でいけそうですよね。そうです。選択肢の1番。皆さんこれも皆さんダウト、疑い。そこからいけそうですね。で、選択肢の2番はクリーナーと書いてますから、綺麗にするもの。で、選択肢の3番は訓練する人。で、4番は先生。 ですから、懐疑的と言われたら、選択肢1番が正解ということでよろしいかと思います。では、続いて下線部 D の問題でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。さみさん、d i s t i n g u i s h と言われたら、区別する。で、これで皆さん選択肢眺めていただきますと、これまた一発で決まりますよね。そうです。1番が良さげですね。で、2番は d i s t r i b e ですから、かき乱す。で、3番は壊す。で、4番は、まさる。 ですので、区別と言われたら、正解は1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて内容1問題に戻します。同じ段落の皆さん、後半からいけるかと思いますので、選択肢こちらから検討お願いします。さあ皆さ、説明の指示のランセンさんは、ここにおりますよね。で、何をやってる人かと言われたら、皆さん、ミュージシャンと書いております。で、これで皆さん、選択肢の中から選んでくださいと言われたら、丸一番ですよね。 で選択肢の2番は宗教。で選択肢3番は軍事。で選択肢4番は教育。となってくると、やっぱり1番が正解ということで、よろしいかと思います。さみさん、続いての段落でございます。まずは下線部 E。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さみさん、河線部 E ですが、皆さん、無視するという意味ですよね。ですから、これも選択肢結構一発でいけたかと思います。選択肢1番、記録する。 で選択肢2番は焦点を当てるで選択肢3番は見つけるとなってくると皆さん4番イグノー,ーですよね無視するですがこれも一発で単語の知識これできるかと思いますので正解は4番ということでよろしいかと思いますさあ次下線部 F の検討をお願いしますそれではこの下線部 F はちょっと分かんないと、まあ、そういう方はそこそこいらっしゃるかと思います で、もし語源の知識があるのであれば、皆さんこの辺りですね。min。皆さんこれ、ミニ。小さい。そこから来てるんですね。で、それで皆さん選択肢を選んだ方もいらっしゃるかと思います。で、もしくは下線部 F の前後を読んで、例えばこの辺り。particle。まあ粒子。微粒子ですよね。もしくは下線部の真下。smallest。そこからヒントをもらってもよろしいかと思います。で、そうすると選択肢1番は、大きい。莫大な。 で選択肢の2番はもうまさにこのまんまですよね。小さい。で、3番は公平な。で、4番は重要ではない。メジャーではないんですね。ですから、語源でいくか、もしくは前後のヒントをもらっていくか。そういったところから選択肢2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて下川部 G でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。 それプランジですが、皆さん、押し込む。ぐいっと押し込むという意味で有名ですよね。おそらく皆さん、お持ちの単語集に載ってるかと思います。で、そのぐいっと押し込むで一番近いものと言われたら、丸一番、ダイブが良さげですよね。飛び込む。まさに自分の体を海の中に押し込んでる様子。で、丸二番は揺らす。で、丸三番は修正する。で、丸四番は提供する。 ですから他の選択肢を検討していただいても、やっぱり一番が正解ということでよろしいかと思います。サムさん、続いての段落でございます。サさん、このもちょっと長いので、まずは注釈2箇所。これを意識しながら全体の通読をお願いいたします。サムさん、まずは下線部 H でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。サムさん、この単語知りませんという方が結構いらっしゃいますよね。 ですが、目さん、綴り。スペルがヒントになって、あの単語と同じではなかろうか。そういうふうに考えた方もいらっしゃるかと思います。皆さん、線引っ張ってますが、リメイン。そうです。残りという意味ではなかろうか。それで選んだ方もいらっしゃいますよね。まあ、もしくは、下線部の左側。三角ッコでくくりましたが。皆さん、ドリフトと書いてますから、漂流している。で、地球の表面を漂流してるんですね。 で解けることなく。ですから残ってるものというイメージは湧くか,かと思いますもしくは下線部の右側で、ブイ残骸そうですやっぱり残ってるものですよねで皆さんそれで選択肢の1番を見てみると約束2番は数字で3番すっ飛ばして4番規則となってくるともし3番が分かんなくってもなんか3番よさげまあそんな感じになるかと思いますたださんレジっていうも、本当は知っておいただこれも語源の知識お持ちの方 この真ん中の sid。これも sit、sit、座る。そこからそこにあるというふうに発展させることもできるんですよね。ですから残留物とぴったり。ですので、そのあたりの物々知識から選択3番が正解ということでよろしいかと思います。皆さん、下線部 I でございます。選択肢こちらから検討をお願いします。皆さん、これは diversity ですか多様性。これはわかりやすいですね。 で選択肢1番「明確さ」で。で2番は「価値」で。で3番「多様性バッチリ」で。で丸四番は「心配」。ですがこれはもうそのまま単語の知識で一発で3番が正解ということでよろしいかと思います。